それではお時間になりましたので、始めさせていただきます。本日もご対応のところお集まりをいただきましてありがとうございます。これより人と暮らしの未来研究会シーズン2第3回を開催いたします。ファシリテーターを務めます国土交通省不動産建設経済局3時間付きの片岡です。どうぞよろしくお願いいたします。まず前回第2回のおさらいと今回のテーマやゲストの皆様のご紹介をしたいと思います。画面を共有いたしますので資料をご覧いただければと思います。まずですね、前回第2回ですけれども11月の下旬、もう昨年の11月下旬になりますけれども、香川県の三豊市と広島県の尾道市を訪れまして、三豊市では若手やシニアの方の挑戦増加や機運の作り方、尾道市では空き家再生による新たな価値の創出を全国に先駆けて実施している様子を、それぞれ現地の多数の方のお話を伺い、調査をいたしました。当日の様子につきましては、国交省ホームページで掲載しております資料をご覧いただければと思いますが、多くの場所を訪れまして、皆さんから貴重なお話を多数お伺いすることができました。改めて前回ご協力をいただいた皆様、本当にありがとうございました。そして一通り調査を終えました後、広島県尾道市にて現地調査の振り返りとトークセッションを行ったところです。その中でですね、コアアドバイザーの皆様からは、まあ、スライドにあります通り、三豊市は民間企業が投資したりしてやってみようという人の背中を押す状況があるのだと思います。そういう雰囲気があると町は面白く発展しやすいのだと思いますですとか、コストの部分だと古い物件には時間もお金もかかるので行政だけに任せるのも限界がある、自助と共助と公助がありますけれども共助のデザインがネックになってくるだろうというご意見、そして、勢い、ノリというものは大事だと思った、一寸先もわからない時代に一人で考えるより協力や競争の場があるといいと思うといった意見をいただいたところです。ここで、研究会シーズン2の第1回の資料を思い出しますと、一歩を踏み出そうとする人を発掘し巻き込む、どのように公益性を有したプロジェクトとして地域に浸透していたか共通項を発見するといったことをシーズン2で目指すべきコンセプト目標として掲げていたところです。香川県三豊市、広島県尾道市の現地調査、そしてシーズン1で取り上げられた事例などを思い出しますと、その答えはだんだんとしかし確実に見えてきているように思います。それは地域内で共助の関係性を構築し競争を進めるということが鍵という、これ赤字で書かれていることということです。ファイナンスやまちづくりを行っていく上でのノウハウについて、地域の人々の間で、まあ、場合によっては地域を超えて共助の関係を構築しまして、個々人が楽しく自分らしく、それぞれの得意分野を生かしながら、そして時にはリスクも取ってチャレンジし、それをみんなで応援すると、そんなことができる地域のコミュニティで、さまざまなプレイヤーたちが競争し、新たな価値を生み出す、そしてですね、単に他の地域をやっていることを真似するということではなくて環境としてそういったことを目指すということが共通項としてだんだんと見えてきたのではないかというふうに思います。そして今回はそうした共助共創の取り組みが都内で行われている事例についてご紹介いただくとともに、プレイヤーの皆さんがどのように競争に参画されていたかお伺いしていこうと考えております。題して、墨田区向島の生きで稲瀬な街づくりの進め方となります。本来であればですね、今回も現地調査をしたいというところではあったんですけれども、あいにく新型コロナウイルス感染症の感染者数がこのような状況でございますので、今回はオンラインにてお話をいただくということといたします。プレゼンテーションをいただきますゲストスピーカーといたしましては、向島で墨田向島エキスポと題し、毎年アートフェスを開催されていらっしゃいます暇と海地株式会社代表取締役で、墨田向島エキスポ実行委員会委員長の後藤大樹さんに、これまでの取り組みをご紹介いただきながら、お話をお伺いしていこうと思います。後藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また本日は後藤さんに加えまして向島でまちづくりを競争をされている皆様にもお話を伺いまして、いかに皆さんがまちづくりに参画されていたかお話を伺っていこうと思います。順にご紹介させていただきますが、地元の長屋の大家さんであります、深井照久さん、地元で不動産業を営んでいらっしゃいます村田圭一さん、都市計画コンサルタントの上田和代さん、そして金融面からご参画されていらっしゃいます、戸沢光一さんです。皆様お忙しいところお時間をいただきまして本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
なお本日の研究会はまず後藤さんにプレゼンテーションいただきまして、その後向島の皆様からもお話を伺い、最後にコアアドバイザーの皆さんを交えたフリーディスカッションを行うという流れで実施をしていこうと思います。終了は11時30分を予定しております。長丁場となりますけれども、皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速後藤さんに墨田区向島での取り組みについてご紹介をいただきます。後藤さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではちょっと画面共有させていただいて、活動を、はい、簡単にご紹介します。まず、はい、後藤大輝と言いまして、僕この墨田の町に出てきたのが14年前なんですけど、初めに来た時は映画を新しく作ろうと思ってですね、映画サッカーやってました。で、墨田に来る前、行く前は台東区の谷中ってとこで映画作ってました。そこから新しい、次の、自分の拠点を、まあ、探してる時に墨田の、今の町の噂をアーティストから聞きまして、それで移住したっていう流れがあります。で、まあ僕が、まず住み出した墨田区の京島という場所があるんですけど、ここは墨田区の中では、まあ、北、墨田の北半分の、まあ、向島エリア、大きく、旧向島と言われるところの、まあ、その、まあ、一エリアなんですけど、まあ、こういうところで、上から見ると、まあ、特にこの京島が、まあ、関東大空襲で焼け残ったと、はい、言われている、まあ、食い止めたと言われている場所で、まあ、そういう古い長屋や細い路地が残っている、まあ、そういう、はい、ところを僕は、とてもそうですね、まあ、珍しいところがあると思って、はい、移り住んだ経緯です。で、京島の長屋というと今もこういう写真が出てくるんですけど、ここは、3年前に、建て替えになりまして、まあ、その3年前の、まあ、大規模のこういう建て替えを契機に、僕は映画作りから、まあ、土地建物、建物の運営管理をする仕事に、ちょっと本腰を入れたいと思って今の会社を作りました。まあ簡単に京島はこういう商店街がありまして、本当に車通るのやっとみたいな、はい、下町人情商店街で町工場がたくさんある、でそういう本当にものづくりの地場が、まあ、この町の結構アイデンティティとして今も残っている、そういうエリアです。で、今回粋でいなせな向島の取り組みということで、もう本当に道に、はい、休み時間になると粋でいなせな職人さんたちが本当町の中に出てくる、そういう町です。まあ、かたや防災町づくり都市計画の専門の方たちにも有名な、まあ、そういう危険度が非常に高いという背景のもと、はい、なっています。その、まあ、背景の中、まあ、僕が芸術祭、町中芸術祭のように取り組む背景は、まあ、もう20年以上前からこの町には防災を、まあ、切り口に新しいそうですね、町の見方を、まあ、示さなければ、まあ、開発なかなか進まないというところでアートプロジェクトを入っていったと聞いてます。なんで僕が、はい、移り住んだのは2008年、はじめ商店街の角にあるこれも2軒の長屋なんですけど、戦前の長屋に移り住んで、でここをですね、はじめ僕は住人として住んでる時は改修しながら自分の、まあ、住まいであり人が集まる拠点作ってきました。で、ここ1軒目なんですけど、今ここはですね、1階がシェアカフェ分館と呼ばれてまして、まあ、建物2軒長屋なんで、エリアに分けてシェアカフェの、1階、隣は、ワインショップに今なってるんですけど、上が住居と、まあ、イベントスペース、そのように分けて、はい、建物を運営してます。で、シェアカフェに関してはお店になって10年経つんですけど、
たくさんの店長を、統括する総合マスターが3代目になってます。僕はこの3代目のマスターから家賃をいただいて、で僕が大家さんに家賃を払う、そういうように、はい、あの天体サブリースをしています。そうですね、あのコロナ禍で、こういう海外のフランス人オーナーが、はい、ワイン、フランスワイン直輸入店を開いたりで、新しいそのお店が、はい、コロナ禍でも増えています。でその1軒目を皮切りに、僕はあの住人から管理人、運営管理人になりまして、でそうこうして町に暮らしてると、やっぱり古くて魅力的な建物が あるなと、でひょっとしたらこれ空いてるんじゃないかとかって言ってですね、あの近所の人に聞き込んで、でそうすると地元の人が教えてくれて、ここはあの誰々さんの持ち物だよとかって言ってですね、これが今日一緒に参加いただいている深井さんの持ち物なんですけど、そこをまあやっぱり交渉して貸してくださいって言ってですね、で借りて、で僕はあの建築や施工があの専門ではないので、あの建築施工ができるアーティストの中西さんっていう人と初めはあの場所を、作っていきました。中西さんが直してくれて、僕が、まあ、運営する、そういうあのスタイルで、あの建物がじわじわと、作っては人が住んでくれて、で、まあ、アーティストの、画家の人がここは、まあ、1階アトリエ&ギャラリーで、2階が住まいっていうように、はい、まあ、今僕の建物あのサイトにもないですし、ホームページもないので改めて整理している最中です。でそうやって2件あの直していって、でそしたらまたあの深井さんの長屋であの運よく空いたところがあるよみたいな形であのお話しいただきまして、ここはあの3軒の長屋だったんですけど、まあ、3軒があの、まあ、偶然に、まあ、ポコポコと空いたところをやはりここも貸してくださいって言ってですね、で深井さんの、まあ、協力のもとここは一緒に、改修も、まあ、かなり行いまして、で今、ここは食堂と、ものづくりのアトリエと、あとは花屋さん、そして奥が、まあ、ルームシェアの、共同住宅、まあ、さらにはちょっと、まあ、裏庭のようなところもありまして、でそうこうしてたら隣のラーメン屋さんが引退するっていうんで、ラーメン屋さんの建物も直したいですって言ってですね、こういう、まあ、日本文化を稽古するようなそういう場所も今あの連続して、はい、あの活用させてもらってます。で、まあ、そういうところを僕が、まあ、いわゆるシェアハウスのように、まあ、あの入居者を入れていくのがメインではあるんですけど、まあ、同時に表現する人の、まあそのまあ、表現の場として生かしていきたいという思いがありまして、ここはその裏庭ですねを一定期間、東京ビエンナーレという芸術祭の参加アーティストが、まあ、このように、期間限定 その屋台作品というのをですね作っていただいて、でこの時に、まあ、これは、2年前ですが、はい、あの大家の深井さんとアーティストとの対談のようなことをさせていただいたり、まあ、そこでいろんな新しい活用の展開を、はい、まあ、一緒に模索しているそういう関係があります。この右下の写真は、まあ、普段の、まあ、何もない状態の空き地庭ですけど、はい、いろんな活用を行っています。でそうこうしていくとやはり、まあ、古い建物残ってるエリアなので、ここも、まあ、貸してもらえませんかというような形で、まあ、聞いていくとですね、まあ僕が借りると同時に使いたい人も、まあ、いろんな人が口コミで紹介してくれて、海外のアーティストを受け入れるための活動をしたいんだって言って、写真家の方が、場所を作ってくれたり、まあ、でもその場所づくりもやはり、まあ、いろんな理由で、活動が、まあ、終わることがあるので、そしたら次の人へと、まあ、僕としては場所を、パスするような形で飲食店が生まれたりですね、僕が、まあ、物件運営して10年経つので、まあ、1軒の物件が3台4台変わりながら続いていってる中には本当に奥まったもう
住むのも苦しい、店も苦しいってとこを、やはりアーティストの発想で、まあ、思いもつかない場所として生まれ変わる、そういう建物が結構あります。で、そういうのを、まさにこの、まあ、京島の2丁目、3丁目という、歩いたら端から端まで10分かかんないぐらいのエリアなんですけど、そういうところに、まあ、僕の運営する建物だけでなく、友人が、まあ、独自で借りてくれて、そして、まあ、スペースがポスポスと連携して増えていく。まあ、こういう建物を、まあ、やはりここの地主大家さんの、まあ、深井さんのような、多くの建物を今もまあ残してくれている、まあ、そういう深井さんの建物があって、まあ、紹介で、はい、ちょっとずつ増えていってる、まあ、そういう、はい、活動の連鎖が起こってます。まあ、中には本当にいろんな建物を住むだけじゃないいろんなその活用の方法を探ってます。これは14日間隔離する宿としてですね、まあ、旅館業も所得しまして、でもただの民泊旅館じゃないよというので、アーティストの、はい、非常に新しい試みが行われる、まあ、あとはこういう長屋がある文化の、まあ、暮らしや、まあ、その思想を何かしらその伝えるっていうので、はい、日本刀を扱う剣士と食のアーティストが死と食っていうようなテーマで、まあ、体験型の、ワークショップをやってくれたり、まあ、様々な、はい、まあ、イベントが街中で、はい、どんどん増えていきました。まあ、そうこうすると、そうですね、お店も、はい、この10年で人が人を呼び、そして、まあ、その信用が積み重なって、はい、貸してくれる、はい、建物もちょっとずつ増えていって、でこれは2018年の段階で僕の、まあ、借りてる建物と友人の借りてる建物で33件ぐらいの、まあ、ネットワークになっていました。今40件ぐらいの、はい、ネットワークとして、まあ、情報共有しながら、はい、どう僕らのそうですねこの町を、まあ、なんか示していくかみたいなのを、まあ、まあ、片ややはり老朽化が進んで建て替えも、まあ、増えていってるので、新しい建物どう考えようかっていうのを、まあ、長屋をはじめの象徴として取り組んではきたんですけど、文化としての長屋、これを抽出すれば新築であっても長屋文化を継承するようなこの町らしい建物あるんじゃないかっていうようなのをですね、まあ、実際に建てれそうな敷地を勝手にピックアップして、建築家のまあ、長谷川逸子さんはじめ、若い建築家の人と実際に新築を考えようというような取り組みを、はい、連続ワークショップで行いながら、実際そうですね、ひょっとしたら今年、まあ、今日一緒にここに出席いただいている神田和代さんが、はい、新築長屋を、はい、進めてくれてたりします。まあ、そうこうして、まあ、僕のその本当に本腰入れたきっかけになったのが、まあ30軒ぐらいの京島の象徴的な長屋群が建て替わっちゃうみたいなところで、この主にそうですね、京島や向こう島の木密のこういう古い建物を有する町のなんか方針を決起集会やりたいと、決起集会してみんなに問いたいっていう思いで、隅田向こう島エキスポというまあ、街中博覧会を、まあ街中体験型の芸術祭として行いました。テーマは隣人と幸せな日として、いろいろ模索したんですけど、まあ、1年目やってみて、やはり会場としてまだ空いているところを深井さんからも何件も借りてですね、活用させていただいたり、それを同時に展示を通してそこのアーティストが場所を実際に運用するように発展したり、アートフェスティバルと何か空き家活用の博覧会、それが掛け合わせたようなイベントだったと思っています。中には神田和代さんは個人として、まあ、古いコッペパン屋さんを買い取っていただいて、取り壊される前に、で自ら
コッペパンを再生していく、そんな動きも同時に起こったりしました。まあ、アートプロジェクトだけじゃなくて、本当に地元の文化、そういう町内コミュニティが根強くあるところなので、そういうところにも僕らは、まあ、ようやく関わりを深く持ち出す、まあ、そういうフェーズに来てまして、でもう100年以上続く祭りに2年間神社の役をするってところにですね、僕だけじゃなくてその 一緒に活動するアーティストも参加したりして、まあ、本当のこの町の本当に昔からある文化を今同時にまとめ出してますっていうのを、まあ、続ける、何か、まあ、一緒に考えを続けるためにエキスポ2年目を去年の10月を終えました。で、今、そうですね、僕の運営する拠点は17件ぐらい、17箇所ぐらいありまして、で、連携するところを見えるように、面で伝えれるようにしたいと思って動いてます。で、僕がサブリースするような、まあ、スキームから新たな、まあ、スキームのチャレンジとして、借地権の建物が、まあ、売りに出てる、それを村田昌司さんが紹介いただいて、で、僕はまだ自分の会社では買うその信用や、まあ、お金もないので、それを協力会社として、ランドブレイン、上田さんの、まあ、会社に、お金を出していただいて、借地権購入してもらって、改装費出してもらって、それを若手の設計士の黒川君が回収して、そして入居者を、まあ、みんなで声かけてですね、で、ここの 中身を、まあ、資金が回るようにして、で、それを、まあ、協力会社の、まあ、ランドブレインさんから、最終的にはまず僕の会社がちゃんと買うんでお金出してくださいみたいな、まあ、そういう話をしてですね、で、今、改修が終わって入居者の人も集まって、家賃が入って、で、利回りを上げて、さあ、これを、まあ、僕の会社なのか、僕が無理だったら、まあ、本当にこういう地域の財産とするものを残していく、まあ、そういう協力者を募りながら、今何件か、まあ、手放したいという持ち主さんから、まあ、買い取らせていただいて、直してっていうのをですね、ポスポスと去年、4件ぐらい、動いてまして、で、これを東院さんにやはり前もって協力して、建物としてはやっぱり建て替え不可とか借地権とか老朽、古いとかですね、なかなか普通は貸せないんだけど、まあ、事業ファイナンスだったらなんとかなるかとかって言いながら、今、まあ、そうですね、信金さんとしてもなかなか事例がないので、果たして、まあ、本当に融資つくのかみたいなところで、はい。今日は、そうですね、東新さんにはいろんな、まあ、その融資だけではなくて、地域サポートとして、イベントの、受付に営業さん入ってもらうとか、多様なサポートしていただいているので、その辺も聞いていただければと思うんですが、まあ、そういった取り組みを僕としては、去年の研究会でコミュニティ財という話題が出て、まさにそれを僕も、目指したいなと思ってですね、今、みんなで作るコミュニティ財団を、今年立ち上げたいと思ってまして、こういうところに、まあ、お金や相続の都合で失わない土地建物を、託していく、そんな、チャレンジを今、まあ、準備してる、そんな取り組みです。すみません、ちょっと長くなっちゃいました。はい、後藤さん、ありがとうございました。私もですね、実は去年の10月にエキスポを訪れさせていただいたんですけれども、本当に街全体がもう巨大な美術館といったような形で、こんなふうに街が使われることがあるんだというふうな形で、本当にびっくりしたというふうな記憶があります。青木さんにお伺いしたいんですけれども、まあ、後藤さんの取り組みは以前からご存知だというところだったかと思うんですけれども、やはりその向島の取り組みというのはですね、どのように青木さんから見て特徴的といいますか、ここがやはりすごいところだなというふうに思いになられるところありますでしょうか。まあ、この研究会が、そもそも不動産建設経済局の、まあ、管理、主管の研究会だと思うんですけど、なんか不動産会社のスキームに置き換えると、エキスポはまさになんかオープンハウスだと思うんですよ。わかりやすく言えば。
体験型の入居説明会というか、まさに。で、それをそのこの地域が大事にしてきた生きでいなせというキーワードと、あとやっぱりそのアイデアの着想が、まあ、アーティストの発想にかなり、重きを置いているというところを、こう説明をたくさんするのではなくって、まず来てもらって体験してもらって体感してもらって、で、まあ、その自分なりの解釈をしっかりと相手に持ってもらうという、なんかそういう体験型のオープンハウスかなというふうに思いまして、でこの取り組みはとってもこれからのなんか不動産業においても大きな取り組みになっていくんじゃないかなというふうに思ったんですけどね、うん、で、まあやっぱり映画作家としての、まあ、後藤さんの役割というか、不動産管理会社のこれからの在り方みたいなことをこの研究会で議論してた時に、おむすび不動産の殿塚さんが町の構成作家というフレーズをなんか話していたのが結構印象的でして、まさに後藤さんの取り組みっていうのは構成作家のような役割を担っているなというふうに思うんですよね。でそこにやっぱこのこれからの継続のスキームとして、やっぱり大家さん、地主系の大家さんである深井さんがいらっしゃって、で不動産会社である村田さんがいらっしゃって、で共同会社としての上田さんがいらっしゃるという、でなんかそのさっき話を聞いていて、その共同会社でありながら自らコッペパンのあのなんか空き家というか事業を継承してしまうというか買い取って、なんかそこまで前のめりになってるっていう関係性も含めて、なんかそのチームがやっぱりこう共同体として動くからこそそれを支えてるんだなみたいなところもなんかすごくいいなと思っていて、不動産管理会社っていうのはその役回りを全て今までなんか担おうとしすぎてたんじゃないかなっていう印象もありまして、なんかその競争するという前回その三豊で学んだことも含めて考えると、なんか役回りをそれぞれ持った人たちができる役回りで競争し合って、同じ文化圏をちゃんとこう広げていくというか、その姿勢に学ぶことがすごく大きいんじゃないかなと思ってこの研究会にご紹介したっていう経緯がありますね。本当に競争する、僕ちょっと事例ばかり話して、なんかこの町で本当に教えてもらったっていうのがありました。で人と挨拶するとか町の人と出会うこと初めてだったんで、こんなにこの町の人たちは町の人と知り合いが多くて、うん、こんなにつながっててっていうのを、なんか本当になんか僕が住みながら自分がそうなっちゃったみたいなとこがあるんで、そういうのがあって、まあ、こういう、はい、人との関係がなんか今本当に居心地よく、はい、なんかいるのかなと思います。はい、はい、さっき防災という観点である意味では危険という判断をされてしまう地域であるというのは話としてあったんですけど、一方 ハードとして見ては危険かもしれませんけど、逆に言うとこれだけ地域のネットワークがちゃんとあるっていうか、挨拶し合うような関係性が当たり前のようにあるっていうのは、防災的観点でいうとすごく強固なものであるような気もするんですよね、ソフトの部分では。だからなんか印象的なフレーズがたくさん出てきたと思うんです。東京開放区であったりとか、なんか一番初めの表現する安住の共同体みたいなのもすごくいいなと思ったんですけれど、なんかその開放的な考え方で、もちろんそのハードとして、どうしようもないことはいくつかあって、それは皆さんが認識しているので、そのどうしようもないことを回避しながら、なんか安全性を、違う形で担保しつつ、この地域をちゃんと開放区として、なんか国土交通省がせっかくこう主催している研究会なんで、なんかモデルケースとして新たな地区計画的な発想とか、なんかそっち側に今日を機になんか考えを巡らせられないかっていうふうには僕自身はすごく思っているんですよね。うん、ありがとうございます。はい、川人さんにもちょっとお伺いしたいんですけれども、こうやってこう人のつながりでどん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 こう街の中の取り組みというのが、まあ、競争というふうなワードも出ましたけれども、広がっていくというふうな取り組みの様子はどのようにご覧になられましたでしょうか。
本当にこう素晴らしいなと思ったのが、後藤さんは最初移住者という立場で関わっておられたと思うんですけれども、そこからこう、チャレンジをしていかれて、なんかその信頼が、後藤さん自体のこう人柄というか、その信頼がですね、資本になって、こうどんどんこう人が人を呼んでですね、でさらにこう、地元の大家さんもそうですし、上田さんのような方だったり、不動産の方々とか、こう本当に皆さんがワンチームになって、この地域をどうしていくのかとか、どうこう残していくんだというところを本当にこう実践をしてらっしゃるというのがこう素晴らしいなと思いました。で、こう関わってらっしゃるアーティストの方も、なんかその時だけに関わるんじゃなくって、実際にそこに例えば住まれたりですとか、そこで事業をされたりだとか、あとそのお祭りとかね、本当にこう担い手がどんどん少なくなっていたりはしてると思うんですけども、そこにもこう関わっていかれる、なんかこう関わり方のグラデーションがすごくこう多様だなというところがこう印象的でした。かなり、はい、いいとこまでなんか認められる信用度がちょっと上がったのかなとは、うん、はい、思っております。そこなんかこう地域の方とこうネットワークを築いていくとか、こう自分たちがやろうとしていることをこう理解してもらうためになんかこう努力されたというか工夫されたこととかってあったんですか？やはり一人一人町の人が顔同士してくれたので、その顔同士先と、初め僕やっぱ映像やってたのが良かったなと思ってですね、町の、人たちになんか話を聞いて、それを撮って、でみんなで見るみたいな、そういうのがやってたので、そこがあったから、その後のなんか、僕らやりたいことも、はい、なんか伝えやすくなったのかなっていうのがまずあります。なので表現することは恥ずかしいことなんで、こっちが引き裂かすとですね、その辺まで、向こうも、はい、分かってくれるみたいな、そういうことだったように思います。ありがとうございます。ちょっと時間がありますので、すみません、ちょっと次の、ところに進めさせていただこうと思います。後藤さんにプレゼンテーションをですね、いただいたところだったんですけれども、ここからは向島の皆さんにもですね、お話をぜひちょっと伺っていこうかなと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。まずですね、地元の長屋の大家さん、地主さんであります深井さんにちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、深井さん、長屋、もともとあったものそのまま、ずっと残されていたというふうな話だったんですけれども、後藤さんのこの取り組みにご参画をされる前っていうのは、そもそも長屋はどういうふうな状況だったんでしょうか？で、私が4代目でございますので、もう随分、たくさん燃えないで残ってるのがたくさんあったんですけども、それどうしようかというのは、いつも税理士さんや家族の中でもいつも話題になってまして、ただうちの場合はですね、何世代にもわたって最初契約された方が一回も出ないでずっと入ってる方が多かったもんですから、そういう方にもう古くなったんでちょっと新しく建て替えたいんですけどって話はもちろん何度かしたことあるんですけど、皆さんいやもうね、先がないし、もう嫁に来てからずっとこっちにいるから、もう最後までいさしてよっていうことで、おばあちゃんとかおじいちゃんにこうなんかこう頼まれちゃうもんですから、そこまでしてどいてもらうのもちょっと変だなと思って、ずっと長屋を大事にこう住んでもらって、それで皆さんからですね、私も最初はよく耳にですね、あんまいい話じゃなくて、なんで深井さんのとこだけ古い長屋残してんのっていうのが結構入ってきてたんですよ。それでなんで入ってくるかっていうと、うちの場合表通り、明治通りだとか黒山橋通りだとか大きなところを面で広く持って、さらに2列目3列目もうちだっていうの多いもんですから、業者からするとですね、特にスカイツリーが決まったり半蔵門線が直通で引き船入ってきた時に、業者がですね、1日にやっぱり20件ぐらい問い合わせとか尋ねてきて、いやもったいないと、このままじゃ2階建てや平屋じゃもったいないですよと。深井さんの場合ね、同じいろんな地権者がいるわけじゃなくて、全部深井さんだからでっかいのを建てるべきだっていう、でも今の年収の100倍には余裕でなりますよと。要は家賃も3倍もらって、世帯数も30倍にすれば90倍ですよね。だからそういう話をみんな同じような話なんですよ。そういう感じだったんだけど、おじいちゃんおばあちゃんから、長屋が例えば6軒あって、4軒ぐらいたまたま亡くなられたりなんかで空いちゃって2人だけ残ってる時に、もう古いから70年経ってるから変えたいって言っても、さっき言ったように泣かれちゃうわけですよね。もうお願いだと、
でうちもいいところ、ほんのもう10メーター先に同じ家賃でいいから、大きくて新しいと引っ越し代も出すから移ってくれるかなって言っても、いやもう勘弁してくれと。それでお宅のおかげで安い家賃で長くいらさせてくれたんで、他の人から聞くとマンションとか買った人のローンだとか何ていうんですか、共益費っていうんですか、そういうの以下でもう家賃で借りてるんで、おかげさまで息子と娘大学まで出させられて、で本当いい生活させてもらったということで、あそういうの聞いちゃうと、あ本当に自分もあんまり意識してなかったんですけど、いやいいこと一応してきたんだなと思いまして、それからもずっともう長屋はその無理に人に出て行ってもらえたりとか建て替えたりをせずに、しばらくまあ変な話、自然死じゃないですか、亡くなるまでそのままにしとこうみたいな感じで、やっておりました。そんな感じでしたね。なるほど、分かりました。でそういった長屋ですけれども、こうやってこう後藤さんの取り組みで、まあ、アートの空間というような形で、まあ、言ってみれば、まあ、活用、新しい活用方法みたいなところも合わせてこう合わせ持つような空間になっていったと思うんですけれども、そうしたことによって、まあ、深井さんのこう、まあ、実体験として、まあ、どういったこう変化みたいなものがありましたでしょうか。後藤さんがうちに問い合わせしてきたのが2010年、これよく覚えてるんですけども、2010年に電話で誰々さんから大家さんこうだって聞いたんで、ここ貸していただけますかって問い合わせ来たのがあれだったんですけども、もともとさっき言ったようにもう2009年8年ぐらいからいろんな業者が同じような話で高層ビルの話ばっかり持ってきてたんで、ちょっと違うなと思ってたもんですから、特に変な話、否定するわけじゃないですけど、私あまり高層マンションとかあんまり好きじゃなくて、入り口入って誰とも会わずに自分の部屋行ったらもう終わりみたいな感じがちょっと違うなと思って、地面とこの1階がこう通じてるような、オープンになってるような方がいいんじゃないかなずっと思ってたもんですから、それとやはり他の町と同じもの、みんなどこの提案もみんな同じような提案なんですよね。だからそれもちょっと違うなと、今人口減少時代に同じことやってても墨田区にあえて来てくれるのかなっていうのちょっとあったもんですから、どうせ建て替える時がいつか来るだろうと思ってたんですけど、同じことしたくないと。でおぼろげにずっと考えてたのが、私はずっと広告会社にいたもんですから、ブランディングとかマーケティングとかそういうのやってたんで、そういう考える癖があったのか、ずっとなんていうんですか、アートだと思ってたんですよ。もしかしたら今墨田区で一番ユニークポイントって言ったらアートなのかなと勝手に思ってまして、そこへ後藤さんがひょこっと現れたもんですから、まあ、うまく、まあ、はまったと言いますか。それで数年経って後藤さんが、まあ、信用を得ていったっていうか、最初私も後藤さん会社じゃなかったんで個人だったもんですから、個人に転退するっていうのはかなり周りから反対がありまして、特に不動産屋さんから不思議がられて、なんで貸すのっていう、後藤さんと何かあるのってよく聞かれたんですけど、まあ、特にそういう関係じゃないんですけども、後藤さんもこう滞納もしなかったもんですから、一個一個信頼を得ていって、まあ、今の数になった。で途中で後藤さんに申し訳ないけど転退するのいいんだけど、どんな人が入ってるのかちょっと自分も知っておきたいと。っていうのは、うちが貸してる人たちっていうのはみんな顔をよく知ってるんですね。皆さんどういう人がどういう生活してるっていうの。それでちょっと後藤さんの天体となっちゃうと、その方とうちとの距離がすごいあるんで、実際どんな人がどういう使い方してるのか見たいってことでツアーをやってもらったんですよ、後藤さんに。それで一軒一軒こう後藤さんにこうお手間かけたと思うんですけど、皆さんにアポイント取ってもらって、一人一人こう会って中まで入ってこう見せてもらって話して、それでまあこの人たちならっていうのが大きかったですね。でこっちが思ってた以上にアーティストが実力があったっていうか、自分のイメージ以上のものが皆さんあったもんですから、それでもうこのままの路線で行こうというふうに変化していきましたね。ありがとうございます。そうですね、ちょっと次のお話もぜひ伺いたいと思います。村田さんに今度はお話をお伺いをしたいと思うんですけれども、地元でこう不動産業を営んで、まあ、いらっしゃるというふうな中で、まあ、まずそもそも後藤さんのこう取り組みに一番初めにこう関わられたこうきっかけですとか、そういったところを教えていただくことはできますでしょうか。そうですね、まあ、やはりまあどなた様も感じると思いますけど、その後藤さんの意欲とその、まあ、情熱ですかね、これはもう会ってお話しするだけしただけで、一番初めからもうこの人はちょっと普通ではないなと
熱のある人だなっていうのは今一発で感じまして、で、まあ、目もまっすぐ人の話をするときに、まあ、その目がキラキラねしていったと思います。一番初めにお会いしたときに。で、改めて今日お父さんのやってらっしゃることを改めて私聞いたんですけど、本当にもう今まで私は不動産業なもんですから、その古い建物をどうするかというときに、やはりまあ、家は傾くし、ネズミは出るし、屋根は雨漏りするしということになってきますと、これをリフォームして再生するということは、私地元でずっとやってますけど、あまりそこまでの考えというのは思いつかなかったといいますか、それをですね、今まざまざとまあ、実際私は目で拝見したこともありますけど、この写真の30、40という数を見ますとね、明らかに後藤さんがこの町を一人で、この情熱でですね、周りを取り込みながら変えていっていただいているなというのは実感いたします。まあ、一つの例で言いますと、そのイトーヨーカドーとイーストパワーというのが15年ほど前に、まあ、再開発で引き船に完成しておりますけど、これも実際私も、まあ、端っこの方で携わったんですが、実際あれを成し得たのは一人の人間なんですね。この一人の人間が何十という人の立ち退きを一人でやってあれが完成したわけなんですけど、後藤さんにはそのぐらいの情熱のある人だということを身をもって今感じています。ありがとうございます。まあ、村さん本当いろんな僕の展示とか本当ご家族でも見に来てくださったりとか、でも本当村さんがいろいろ本当に建物を紹介いただいたり、チャンスいただくんですけど、なかなかでも、まだ追いつかなかったり、はい、行かせないところが多いんで、本当改めてちょっと、はい、気合い入れます。ありがとうございます。ありがとうございます。後藤さんの熱意というふうなところに本当に、まあ、君ら圧倒されたというようなところのお話もあったかなというふうに思うんですけれども、こうした取り組みがこう向島の中で進んでいくというふうなところで、まあ、村田さんのその本業といいますか、その不動産業のところにも何かこう影響というものはどういったものがあったりはしたんでしょうか。先ほど、まあ、ご紹介いただいたその、まあ、その踏切長屋ですかがを、まあ、購入していただいたんですけども、当初その売り主さん、まあ、あれ借地権のもんですから、借地人から売却の話があった時に、これはちょっと無理だろうというふうな、まあ、売れないだろうということで、おったんですね。ところがまあ、後藤さんがまあ、一目惚れといいますかね、まあ、この物件は絶対に私がものにするということで、まず買っていただいたということ、他であれを買って、まあ、建て替えてどうのこうのという話は絶対に出てくると思いますけども、後藤さんはあれをもう絶対私が再生するからということで、まあ、上田さんとですね、まあ、それは実際に私が取引した案件です。それと、まあ、この地域は古い建物が多いものですから、これを仲介してくれとか貸してくれとか売ってくれとかいう時に、まずやっぱり思いつくのは後藤さんで、今一番に後藤さんにはそういう特に古い、まあ、傾いてるような物件があったら、もう今一番に後藤さんには連絡するようにはしております。やっぱり工務店さんも普通本当やりたくないって言われちゃうんですよね。で、見積もり出してくれたとしても、まあ、なんか倍ぐらいみたいな見積もりが出てくることも初めあったんですけど、そういう仕事を担ってくれる大工さんとかが、まあ、あればこそとも思ってるんですけど、でもこういうふうに村さんとなんか、はい、一見できて嬉しかったです。はい、ありがとうございます。引き続いてその都市計画コンサルタントの上田さんにもお話を伺えればと思っているんですけれども、その踏切長屋の話もありましたけれども、一番初めどういったきっかけでこの取り組みにはご参画されたというふうな流れになりますでしょうか。まあ、後藤さん の取り組みに関してですよね。そうですね。まあ、その前から私は会社で密集市街地整備が
本業なんですけども、その中で京島の地区っていうのは重点密集市街地で、国土交通省でいうと住宅局の仕事なんですけど、密集住宅市街地整備促進事業っていうので、東京都と墨田区でやってるほぼ道路を拡幅して公園を作って建て替えを促進して、RC の共同住宅に建て替えるっていう、そういう、事業なんですけども、それで関わり始めたっていうのがあるんですけど、それはもうだいぶ前から、30年ぐらい前からですね。で、その後私もそれでやはり建て替えられて、町並みがもうどこにでもある町に、長屋がどんどん潰されてどこにでもある町並みになって、安全にはなったけども情緒がなくなる、もともと京島らしいって思ってた町並みがどんどん消えていくっていうのが、自分のやってることではあるんですけども、ちょっと疑問に感じたところだったんですね。で、墨田区の仕事をやってるうちに、やはり長屋の住民の人たちから住み替えてきなよって、長屋に引っ越してきなよって言われて引っ越したんですけど、ちょっとな後藤さんが谷中から移り住んでこられたよりちょっとだけ前で、ほとんど同時期なんですけど、後藤さんと知り合ったのは4年前ぐらいでしたっけ。なのでずっと同じような志は持ってたんですけど、10年ぐらいはすれ違ういいというか全然直接関わりがなかったんですね。で、明治大学の山本先生で、やはり向島エキスポを20年前にやられてた方が、ちょっと大学の講師をお願いした時に後藤さん紹介するよって言われて紹介してもらって、でこんな活動してるって聞いて、と思って、もう本当にもう後藤さんの活動を全面的にバックアップしたいと、自分が本当にやりたかったことをもう先行して実践してくれてるんだと、密集市街地を人が住むことによって安全にしながら建物を活用していって、かつ昔ながらの長屋も残していくっていう、そういう活動を実践してくれてるんで、もう本当に後藤さんができないところはもう何でもバックアップしようというふうに考えたんですね。で、踏切長屋と、あと鳩屋が売りに出されてるっていうのと、割と同時期ぐらいに先に。あちらの方が先でしたっけね。で、それどちらも不動産サイト、誰でも見れる不動産サイトありますよね。あれにどっちも出てたんですね。ということは、買われちゃったら、建て売り業者に買われちゃったら、もうきっと壊されて、そこに建て売りが1軒2軒建つっていう、そういう運命が決まってるような土地、物件だったんですね。でも後藤さんがどうしようどうしようっていうことで、で後藤さんは私に相談する前に必ずファイナンスの方、東進さんとかに相談するんですけど、東進さんとかが東進さんというか小指名した人かどうか分かりませんが、ちょっとこれはリスキーだということで、すぐに融資が下りるそうもない物件に対して、私たちが緊急性とリスク、それを負担するような形で私なりにこれは利回りいくらぐらいで回収して後藤さんが、テナントつけてくれて、こんな活用してこんなにぎわいのある場所にしてくれるっていう、その信頼で利回り物件にできるだろうということで、会社として買ったり、会社が認めてくれない場合は個人として買ったりっていうことで、ファイナンスの方でバックアップすると。で、その全然担保価値がないものですから、借地権なので担保価値がなくて、なかなか担保価値としてのファイナンスはつかないので、プロジェクトファイナンスにすることによって、金融機関は利回りいくらの物件だと、すでに満室で貸してるとか、すでにいくらで貸してるってい こう利回りが確定している物件だとしたら、プロジェクトファイナンスとしてお金を貸してもらえる物件になるだろうと。でその後はもう後藤さんが自分の力で融資を受けて買い戻してもらうと、そういうようなスキームを組んで、協力しているという形ですね。はい、カルチャさん
と出会って、僕以上に本当にこの古い長屋をなんか好きでいる人に僕も初めて会って、もう そこのですよね、ファイナンス的に今はあの協力、まあ、関係会社としてはなってたりするんですけど、もうそのパッションの方に僕は上田さんの方が、うん、本当に強かったと思って、はい、そういうそこからの出会いだったと思います。ありがとうございます。まあ、後藤さんのそのできないところをこう全面的にバックアップしようっていうから、そこがまさにあの競争といいますか、あのそれぞれの人ができることをやって、みんなであのどんどん街を良くしていこうというふうな、そこの話につながるのかなというふうに思いました。ありがとうございます。最後にですね、金融面からあの戸澤さんにちょっとぜひお話をお伺いしたいなというふうに思うんですけれども、まあ、東進さん、やはりちょっと普通には貸せないというふうなところも、まあ、古い長屋というところもありますので、ある中で、まあ、事業のファイ、事業のプロジェクトファイナンスというようなところもやられているのかなというふうに思うんですけれども、まあ、やはりその、融資の中の臨時を通すとか、そういったところで難しい面とかもしかしたらあったのかなというふうに思うんですけれども、まあ、そのあたり、今回のその後藤さんのですね、取り組みなどに出会われて、まあ、どういった変化があったかというようなところも教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。後藤さんと出会いましたのはあのエクスポですね、10月のエクスポの1ヶ月ぐらい前に、あの私どものトップがあの後藤さん の物件を見学して、非常に後藤さんの情熱とか やってることに感銘を受けて、それで、まあ、それを受けて、まあ、またあのその後理事長と私が訪問して、それでまああの支援、いろいろと多方面から支援するのがきっかけです。もともとその融資の方はもともといろんなご相談があって、それはあの支店経由で、まあ、融資判断ということで、まあ、あの通常の融資業務としてやらさせていただいてます。でそれ以外に2つ支援がありまして、1つはあの地域支援部っていうのがございまして、ここで先ほどのエクスポで人をあの受付で応援をするとか、あるいはまあ、入場券を購入するとか、まあ、そういう身近な支援はあの地域支援の方で行っております。例えばあともう一つ最近あるのは、この夢連なる長屋物語っていうのが、こういう本を東京東信用金庫としては各支店に合計7000部焼いて配って、で、まあ、そういった全体の東京東全体で盛り上げています。東京東信用で私どもはお客様サポート部ということで、もう少し長い目とか広い目でサポートしてます。で東京東信用金庫は今両国に本部がありますけど、前身の信用金庫は向こう島です。ですから向こう島については非常にこうトップも思い入れがあって、まあ、それで、まあ、あの非常に今支援を力入れておるところです。で主に私の方で支援させていってる長い目とか広い目って言ってるのは、一つはあの広報ですよね。あのいろんなところへこう PR するって意味で、私の方では私があの城南信用金庫も兼ねてるんで、もう仕事も兼ねてるんで、城南信用金庫の理事長他役員さんも、この間 のエクスポでお招きして、城南信用金庫からもあの PR をしております。それからまあ、長い目でとか広い目でっていうか、新たな目であの支援するっていう意味で、あの大学 の具体的には私もともと芝浦工大の教員だったんですけど、同じ芝浦工大の教員で、あのデータサイエンス、最近入るのデータサイエンスですね、データサイエンス、まあ、これが研究室なんですけど、あのデータサイエンスの研究室と、それから実際の建築の研究室、この2つが組んで、実際にこうその長屋をあの見学させていただいて、その結果から学生の発想でどんなことが提案できるかというようなことを今始めたばかりです。1月ぐらいですね。で私なんかの考えだと、もともとあのキラキラ立花商店街をどう活性化するかとか、それからよそから、まあ、元さんがおやりになっているように、よそからアーティストを呼んで、どう街を活性化するかという発想だったんですけど、あの先生の発想は面白くて、例えばって話でしたけど、ずっとこう一生住みたい街っていうコンセプトは、例えばないですかって聞かれるよっていう話がありました。例えばあのシニアでもあの長屋の2階に住めるように、シニアでも長屋の2階で住めるように、そういう2階建てでもホームエレベーターを設置するとかもあるんじゃないですかとか、まあ、そういった新たな発想で今いろいろ学生がいくつかのプロジェクトを組んで、今あの提案、後藤さん向けにあの提案を
させていただいている作業を開始しているところです。ですから先ほど の深井さんとか深井様とか村田様なんかにもぜひその学生のプランを見ていただいてご評価いただければなと思っています。まあ、そんな活動を我々信用金庫はもう融資はありますけど、まず本業支援するというのが最近の、一番重点な取り組みなんで、そういった意味で今大学を巻き込んで、本業支援をさせていただいているところでございます。以上です。ありがとう、戸澤さん、ありがとうございます。本当に信金さんとこういう話ができるなんて思いもよらなかったというように、いろんな本当お話いただいて、まあ、本当初めはエキスポが東京都文化庁の、まあ、補助事業だったんで、でも補助金って後にしか来ないんで初めのお金が一切ないみたいなところで東新さんが、まあ、つなぎ融資貸してくれるところからだったりするんですけど、それだけじゃなくてエキスポの1ヶ月に営業さんが総合受付に20人ぐらい日替わりで受付見守り役として来てくれたりですね、で横断幕を大きなプリンター持ってるんででっかく刷ってくれたりとか、まあそれもありましたし、もう本当にまあ中小企業の方たちがみんな東新さん好きでネットワークあるんで、まあ戸澤先生、戸澤さんが僕らがまあ、アンテナショップというかギャラリーショップやりたいって言ったらいろんなその売れそうなものまでつないでいただこうとしたりですね、っていうような取り組みは本当にちょっと、はい、驚きながら、はい、今一緒になんか形にいろいろできたらなと思ってます。金融機関としてお持ちのそのネットワークっていうところは、その後藤さんの取り組みとさらにつながって、さらにこのネットワークが広がっていくというような、なんかそういった姿が見えたような気がいたします。本当にありがとうございます。うん、皆様一連ちょっとお話聞かせていただきまして本当にありがとうございました。ここからですね、残りの30分ほどはプリディスカッションというような形で進めさせていただこうと思っております。うん、皆さんにですね、向島の取り組みの様子ですとか、まあ、どのような経緯でですね今回の取り組みに、まあ、ご参画されていたというところをお伺いしていたところですけれども、まあ、今回伺ったお話ですとか、まあ、これまでに研究会で見てきました事例を踏まえまして、まあ、今後ですね、まあ、どのようにすれば、まあ、共助共創といったこういった取り組みを、まあ、全国の各地に広げていくと、応用して広げていくことができるのかですとか、まあ、もしくはまあ他にこう一歩をまあ新しくこう踏み出してこういう取り組みに参画したいというような人をですね、まあ、発掘してまあ巻き込んでいくというようなために、まあどういったエッセンスがまあ必要なのかなというような、そういったことで、まあ、今回のお話を聞かれていて、な何か気づかれたようなことなどあればですね、ぜひ皆さんにちょっとご議論をいただければと思います。そうしましたら、渡辺さん、今回皆さんのお話を聞かれていてどのように思われましたでしょうか。お願いできますでしょうか。ありがとうございます。各方々の何でしょうね、ちょっと本音の部分とかもちょっとずつ聞きながらすごい共感しながらすごい面白いなと思いながら、まあ、聞いたんですけれども、そうですね、やっぱなんかすごくなんですけど、私はですね、実はちょっとこう10年ぐらい前に学生の時に東向島の方にちょっと入ってたりとか、向島百円の佐原さんとかすごい仲良かったりとかしてたんですけども、当時ですね、はいはい、お名前聞いてます。あ、本当ですか、ありがとうございます。すごい娘婿とかもね、まだ今仲良かったりとかしてですね、そんな感じではあって、なんかお会いできて嬉しいなと思いました。やっぱ向島地域ってすごくその積み重ねがもう何十年も続いてた中で、そういうこう結構クリエイティブな方々を受け入れる素地もすごくできてきてるんじゃないかなっていう気はしていたっていうのと、あとちょうどその10年ぐらい前って、その先ほどもお話あったように、なんかスカイツリーとか引き船周り の UR さんの開発だったりとかっていうことが結構起きてきていて、まあ、地域の人たちがそれどう向き合うかっていうところではあったのかなっていうのは感じるんですけども、まあ、そういった中で、まあ、深井さんの話がすごい分かるというか、一方でやっぱりあえて言うんですけれども、やっぱりまだまだその古い物件がいいなって思う層とか、あとその何でしょうね、それこう開発して、保留所いっぱい作ってやれば儲かりますみたいな話をされた時に、それではなくて長屋を選ぼうってなる人ってまだやっぱり
希少だと思うんですよね。あの、なんでしょうね。マスの、あのマーケットの中だとやっぱり希少だと思っていて、で、私はやっぱり、それが、そのなんでしょうね。なんかある種、やっぱりその、まあ、ある種こう安定的にその大きいハイリスクハイリターンではないけれどもローリスクで、ローリターンでうまみがあるっていう説明はある程度大事だなというふうに思っていて、まあ、そういったところをこうあ実践されてきてるんだなっていうことを非常に感じたんですけれども、そんな中でのちょっとご質問なんですけれども実際じゃあ利回りってどれくらいで考えられていてどういう配分になってるのかっていうこととあとその、プロジェクトファイナンスで買い戻したとしてもですよ永遠に天体だとこう20件30件でなるとそれを個人で抱え続けるのって結構厳しい何でしょうね利回りが薄かったりとかその何でしょうね回収期間が長かったりとかすると結構厳しいのかなと思ってるんですけど何かぶっちゃけどれくらいで考えられてるのかっていうこととやっぱなんかそういう説明ができてくるといや何か建て替えるにしても長屋型にしようみたいな話がなんか現実味を帯びてくるのかなと思うんですけどもなんかどなたでも結構なんですけどそこら辺ってどうお考えかなっていうところっていかがですか。そうですね現状僕のその、状況でいうとまあ借りさせていただいてサブリースする物件は改装費にをかけたらまあその後区分けを、まあ、していて普通は一軒貸しだったり一店舗だのところをいくつかに使ってもらうんで本当に全部埋まるとすごく利回りが高い状態になるんですけど、まあ、僕がちょっとそういうまだまだ人集めっていうのを継続的にちゃんとずっと人がいるみたいな状態がいい加減な運営もあってそこまで埋まってないんで、はい、そうプラスかなマイナスかなみたいな感じなんですけど実際に、借地権や所有権を購入してでしっかりと見積もり立ててこの値段で直したら、こういう、入居者で利回りが立つみたいのは、まあ、少なくても 10% 以上の利回りが普通に出てきます。はい、ですね。はい、それ自体は古い建物で、はい、可能、やっぱり新築より予算が抑えられるということなので、うん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 、10年ぐらいで、はい、回収できるような状態が、うんうんうん、一応イメージにあります。そうですね。あとそのやっぱり客付けの部分すごい大事だと思うんですけれども、まあ、さっき潤さんも何でしょうね、オープンハウスみたいな話ってあったんですけども、それと同時にじゃあ実際こう着地するときにそのなんか古い家を魅力的に感じて使っていただけるそのアーティストの方とか結構クリエイティブな感覚がある方ってどういうところを魅力に感じられて条件面だったりとかあとはその何でしょうねまあその地域の状況なのかわからないですけど何どんな条件があるとその魅力的に感じられるかっていうところって後藤さんにこう皆さんの中でどう感じていらっしゃいますか。このお話はぜひちょっと所有者というふうな観点で深井さんにお話として伺えればと思うんですけどいかがですかね、はい、実際住まわれている方というところで、はい、私もねちょっとびっくりしちゃったんですけどそのさっき言ったようにアーティストと直接接する機会があったんで、いろんな方と話しててこういうふうに言ってるんですね。皆さん知らせてくれてること自体がもうありえないのでもう嬉しいと、もうそれに最大の価値だというふうにいわゆる許可をしているわけですよね、まあ、もちろん事前にこういうふうにして、はいはい、もうそれはまずありえないと思ってたことをやらさせてもらってるだけでもう十分っていう言い方をするアーティスト、本当に思って言ってるのかどうかちょっとわからないですけどね。なるほどなるほど、なるほど
まあ、ちょっと余談なんですけどね、あれですね、今その流れでいくと、あの今一番大変なのが、この回にあまり関係ないんですけども、やはりあの今いい話ばっか私もしちゃいましたけど、やっぱり減価償却の問題っていうのがあって、あの結構長屋ってお金が古いってかかるんですね。でうちも数が多いんで回せてるんで、実際他の大家さんと話すと、よくやってられるねって皆さんから言われるのは、うちパパ数があるからだと思うんですよ。それぞれだともう大赤字なんですね。それぞれの例えば八広何丁目の何物件っていうと、まあ、今回2000万もかかっちゃったんでもう全然回収できないとか、そういうのが他で利益があるのでどうにかお金が回ってるっていうのが実際なんで、あの多分ですね、こんなことやれてんのうちぐらいなのかなって最近ちょっと周りからよく言われるもんですから、だから皆さん等価交換で業者からいい話が来ちゃうと、もうあの権利売って、あの何部屋かマンションで部屋もらって終わりっていうパターンになってるのがあの現実なのかなっていう、 このタイミングでこんな話しちゃうと冷めちゃうかもしれないんですけど問題として、あの実際なんかそれを一番、あもしね、私まだ56なんでもうちょっと生きられると思うんですけど、もう次の世代じゃもうちょっとやれないんじゃないかなっていう気がちょっとしてますね。それはね、後藤さんにもちょっと何気に、あのうちもこれ今までやってこれたけど同じようにはやれないかもしれないよっていつも匂わしてるんですね。うちももしかしたらいい話が業者から来ちゃったらもう手放しちゃうかもよっていう、あのやっぱりあの 税務上の問題なんですけどね、減価償却っていうのはそのいわゆるその年の必要経費で落とせないんですよね。資産として勘定されちゃって12分割12年で分割とかになっちゃうんで、あの5000万ぐらい全体でかけてもその年に落とせるのが2000万円ぐらいしかないとかなんでね、もうお金がないと、東西さんお願いします、キャッシュがないとやっていけない状態なんです。すいません、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。あのやはりこう、あのやはりいろいろこうタイミングというところが合わないとこ うまく皆さんのこうなんていうんですかね、こう街のこう競争というところも進んでいかないというふうな側面というのをやはりあるのかなというふうに思ったところではあります。あの神田さん、あ、そうそう、あ渡辺さんどうぞ。神田さんがあの手を挙げられてたな。あ、どうぞどうぞどうぞ。あの神田さんもそうですね、あの本当にこう自分がやりたかったことがここにあったみたいな感じのことも先ほどおっしゃっていたと思うんですけれども、やっぱりこうその飛び込んでいこうというふうにもう本当に決心したっていうふうなところはもうそうなんていうんですかね、こう熱意といいますか、そういったものをこうすごい感じたっていうふうなところやっぱり大きかったというところあるんでしょうか。あ、そうですね、あのやはり私も本当道の被害者の改善の仕事ばっかりしていて、あのやっぱり建物は建て替えないといけない、あの耐震性と耐火性、あの防火性能を高めるためにはもうほとんど建て替えるしか答えがないっていうような世界でずっと仕事してきてたんですけども、やはりそれでまあ安全になったって言ったら、他にも安全な町はもともと安全な町はもともとあって、でそれがマイナスがゼロになっただけだったら選ばれる町にはならないと思うんですね。まあ、なのでもともと京島が持ってたいいところっていうか、まあ、本当に下町らしいところだったりとか、やはり長屋文化だったりとか、まあ、そういうものプラス今までみんなが最低限確保していた安全性が、まあ、その部分がプラスマイナスゼロになってっていう、まあ、そういう状況じゃないとみんなが京島を選んで住みたいとは思わないと思うので、まあ、そういうところを大事にしていかないといけないなというふうに思いました。であとやはり本当に地主さんがこの町を守ってくれてるんだなっていうのをすごく強く感じたのは、今度は新築長屋を建てようとしているときに、そこの長屋 の1階で何をするんですかと、住宅以外のものをするとしたら何をするんですかっていう業種まで非常に気にされていて、人が集まる場所なのか、風紀を乱さない場所なのかみたいなことを地主さんがいちいちチェックされるっていうことが、まあ、どんな人が入るのかとか、店番は神田さん自身がやるのかとか、まあ、そういうことを、まあ、すごい気にされるんですね。なので地主さん大地主さんなんで一体全部持たれてるんですけど、その持たれてる場所について常に何て言うか温かい監視の目というか、そういうものが光ってるという、それが非常に町を守っていってるんだなということを感じました。で土地の部分はそうなんですけど、建物の部分はやはり建て売り業者さんに地主さんが借地権を貸すと、もう建て売り住宅になっちゃうんで、やはり
土地を持ち続けていただくことも重要ですけども、建物を持ち続けること、なんていうか建て替えないでその建物を持つっていうこともすごい非常に大事だと思ってるので、まあ、私は会社で買い取ったり自分自身で買い取ったり後藤さんが今度作ろうとしてる財団で買い取ったりっていう借地権と建物所有っていうその部分については非常に大事だなと思ってるので、まあ、それを維持していくためにはプロジェクトファイナンスがつくようなことで、やっぱり利回り 10% ぐらい取れるような魅力をつけてそういうのがいいと思って住んでくれる人がここで商売やったらうまくいくだろうと思う人を探してくるっていうのがもうそのマッチングみたいなことが非常に重要だなと思います。一つ すいません、お金のことで、現状その利回りという利益、まあ、プラスが出てる状態を、まあ、購入物件もそうですし、あと僕がサブリースさせていただいている物件はやっぱり安く貸していただいているという結構前提があると思うんですね。で僕も年々、まあ、ちょっとずつそのプラスになっている部分を家賃としても上げていきながら大家さんがこの値段だったら建て替えずに今の状態でもいいよっていうところを、まあ、一緒に目指していくということは考えているんですけど、今全体として本当にこの土地の値段が上がっている、それはハウスメーカーさんがやっぱり建物を安く作れているせいか、まあ、本当に、土地の値段が2倍とかあれ3倍にもなっちゃうのみたいな値段になってきてるのを、どういうふうにその上がらないように、僕地主さんがあんまりその土地の値段を上がることを良しとしないということもなんか最近教えてもらって、あ地主さんもそうなんだみたいな、で僕も本当にそうだなと思いますし、そこを要はどこでみんな止めるかみたいないうのを多分一軒二軒の話じゃなく、本当この町のもうそうですね何百軒みたいな形でそこを守るんだみたいなところになんかはい向かわないと、これははい、まあ、僕もそのうちはいやっぱり家賃払えずいなくなってしまうみたいな、はい、ところで考えなきゃなと思ってます。古田さん、今までのお話と聞かれていていかがだったでしょうか。まあ、共助のファイナンスというようなそういった感じの観点もあったかなというふうに思いますけれども。はい、すいません、皆さん遅れて、参加しております古田暇と申します。今最後の方おっしゃったように、今前回この、人暮らしで見た尾道の町でもまさに尾道の空き家のことをやって再生やっている豊田さんたちがとにかく家賃を上げないようにしたいと、で多くの地域がその最初魅力がないときに若い人が入ってきて、盛り上がってきたんだけど、盛り上がってきたらみんな家賃だとか土地代を上げてっちゃうと、でどうしても行政的には家賃が、何年前よりもこれだけ上がったんですってことが評価になるけれども、でも結果的にそれが払えないんで、払えない、そうなっちゃうとって言うと面白い仕掛けやった人がみんな出てっちゃうというような、事例がいろんなところでもあったと。でとはいえ、じゃあ、大家さんですとかその、土地を持った人が一生懸命投資をしてボランティアでやればいいのかっていうことでもないと思うんですね。なので多分その、例えば、売上部合みたいな形も含めてなんですけど、地域全体での収益みたいな、まあ、これ共助の部分にもなると思うんですけど、それを例えば、最初のうちに安く貸していた、土地のところとか地代のところには、そこを当てられるみたいな、今結構地域のまあ、プロジェクトファイナンスって話ありましたけれども、やっぱり頑張ってる人はどん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 進めるんですけど、どん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 自分のリスクでやっていくので、どん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 最後動けなくなってくるっていうところがあって、最近我々いろんな地域の水戸も皆さん来ていただきましたけど、柔軟社でやってそこに地元の名刺の会社も入っている、なのでそういった信用に対して金融機関から借りれるっていうような、まあ共助のファイナンスの一つ、その組合みたいなところが、しっかりファイナンスができる機能を作るとか、でそこである一定の若い人たちが、入ってくる家賃の補助に対しては例えば、全体の売上から、還元するみたいな、そういった地域のコミュニティファイナンスだけではなくて、そういった仕組みみたいな制度が一つ、最近必要になってくるのかなというふうに思う。これでもうまく成功している事例ってまだまだないと思うんですね。なんでなぜかというと、これから時代がこう変わってきて、まさに個で建物を持つっていう所有の時代から、
地域全体でそれを守らないと価値が生まれないって形なので、共有財産になってくると思うので、そのあたりが今回の、まあ、この勉強会でもまさにこれから面白くなっていく、テーマなのかなと。で、もう一つだけ、今回はその、住居住むって方があれですけど、例えば観光でとか地域の中で、空き家を再生してみたいな時に、多く出るのは、オペレーションのところがの人手が足りないと。大家さんがリノベーションしたのはいいけど、誰がこれを管理するんだっけみたいな話になるので、我々よく最近やってるのは、裏側の、要は、建築だとかデザインはそれぞれの皆さんがやっぱり個性を出すべきだけれども、裏側の予約管理だとか清掃とか理念とか、そういうのは地域のオペレーション会社を共有で持ってしまった方が、結果的には管理ができるっていうこともあるので、まあ、テーマはとにかくその、単純に共助という言葉だけじゃなく、競争という言葉だけじゃなく、本当にオペレーション自体を一緒にやる仕組みっていうのは結構ポイントにはなるかなと思ってます。はい、すいません。ありがとうございます。そうですね。まあ、地域で、まあ、みんなで、まあ、まあ、建物、不動産とか、そういった、まあ、コミュニティ財を持つっていうふうな、そういう観点も、まあ、あるっていうふうなところだったんですけど、ちょっと村田さんにお伺いしたいなというふうに思うんですけれども、その不動産の観点から見て、まあ、そういう、その、まあ、地域の中で、みんなで、こう、まあ、地域のみんなのものだというような形でこう持っているようなものというのは、地域全体に与えるその付加価値というか、大きな意味があるというふうにお考えになりますでしょうか。この地域でですね、まれに共有の土地というのがあるんですよ。これはなぜかというと、昔それみんなで洗濯場として使ったわけなんですね。で、その共有の土地がそのまま放置されて、で、今となってはですね、これどうにもできなくなってしまっているというのが現状です。これは共有財産。ですから、共有ということを考える場合には、明確なそのルール作りというのはやっぱり大事で、まあ、土地にする不動産、まあ、建物にしろですね。これは絶対長い間には相続がやっぱり発生しますので、そういう、まあ、違う会社を設立して持つとか、そんなようなところをやって、ていけばですね、共有というのはやっぱり、まあ、3人によればじゃないですけど大きなものができますし、例えば、まあ、私、まあ、これ私案なんですけども、昔まあ、法人会の青年部会長の時に夏休みの夜の公園をパトロールしたことあるんですね。で、これ、まあ、主に北部の公園なんですけども、もう一っ子一人いない、まあ、あの公園が使われていないんですね。で、まあ、その当時ちょっと勉強したんですけど、その子どもたちの自殺が、まあ、9月1日が一番多いと、飛び抜けて多いのは学校が始まるからなんですよ。で、その夏休みの間にその子どもたちが本当に集える、まあ、ビオラという名前がありますけど、その公園をですね、そんなような使い方ができれば、ちょっとまあこれは話が建物とずれるかもしれませんけど、そこに雨風しのげて、その、まあ、後藤さんたちのももちろん参画いただいて、そんな子どもたちが集えるような場所をですね、その公園を使えないかなって考えたことはあります。ありがとうございます。まあ、そういう、こう、地域にも、こう、なかなか、あれですね、地域の子どもたちの、こう、まあ、言ってみれば、こう、憩いの場といいますか、そういったところにもこう共有の場というところは使えるんじゃないかと。ただ一方でちゃんとルールというのも必要なんじゃないかというふうなところの観点をいただいたかなというふうに思います。あと、そうですね、まあ、ファイナンスの話も、まあ、やはり今回は非常に多く出たかなというふうに思いますけれども、まあ、金融機関というのはこう非常にあれですよね、地域の中 その、まあ、商店街の活性化ですとか、そういったところも含めても本当にいろいろなこう全体のことを考えていらっしゃるということを普段からされているというふうに思いますけれども、まあ、戸澤さん、今日 のお話聞かれていて、まあ、そういう意味でその今後、まあ、プロジェクトファイナンスですとか、そういったところでですね、まあ、その地域の全体をこう盛り上げるようなそういう取り組みというのはどのような形でこう支援していくというのが必要になるというふうにお考えになりますでしょうか。先ほど人が暮らしやすいとか一生暮らしやすいっていう話はありましたけど、それはまあ生活の観点からなんですけど、もう一個はそのビジネスっていう観点から見た時、まあ利回りみたいな話もありましたけど、今だから大学の先生なんかと一緒にやってるのは京島地域のマスタープランを作るとですね、それは人か生活者から見てかもしれないし、その不動産会社とか大家さんから見てかもしれないし、後藤さんから見てからもとか、いろんな見方はありますけど、マスタープランを作るっていうのが大きな話で、まあ、いくつかプランが作るです。でまず私大事だと思うのは、やっぱりどうやって収入を上げるかっていう
店舗だったらどんなビジネスやれば収入が上がるかっていう、そこがやっぱり日本中を研究して、それこそデータサイエンスじゃないですけど、日本中を研究してこんなものやればちょっと駅から離れたところでも結構売り上げ上がるはずだとか、あるいはその貸す方をのかあれですね、普通の住まいの方もどうやったら全体の利益が、利益というか売り上げが上がるかとか、そういうこう、まあ、経済的に見てっていうのと生活者の視点から見たマスタープランをやはり作っていって、それを地域の方に共有して、まあ、その中から適切なものを選んでいくというのが大事だと思います。それからもう一つ防災の話が出ましたけど、防災も同じように古い家をいわゆる 耐震構造にするとか耐火にするとか、すごくまずお金かかりますんで、まずやれるのは IT ですよね。まあ、今やってる先生も情報系がもともと強い先生なんで、いかに IT 系でちょっとでもなんか火事っていうか、ちょっとぼやが出たらすぐに近隣に全部に知らせるとか、そういう仕掛けを作っていけば、まずはそれが防災対策としては一番こう有効でかつ低コストな案かと思います。まあ、そんなことをこう金融機関としては我々だけでは知恵が全くありませんので、いろんな方の知恵をお借りして、より生活者から見てと経営側から見ても良い町にしていければなと考えております。以上です。ありがとうございました。はい、それでは残り5分ほどとなりましたので、ちょっと最後ですね、今日本当に皆さんからいろいろとこうお話をいただいたところではありますので、コアアドバイザーの皆さんにですね、今日のお話を踏まえて、皆さんがその共助競争とそういったところに関してどのようにお感じになられたかというところを、渡辺さん、川人さん、青木さんの順番でちょっとお伺いをしていければなと思います。渡辺さん、ちょっと急でしたから、すいません。いえ、大丈夫です。よろしいですか。じゃあ渡辺さん、お願いできますでしょうか。はい、いや本当にありがとうございました。すごくなんかもっとお話ししたりないぐらいだったので、今後ともぜひつながって意見交換させていただければと思うんですけども、だからまず、やっぱりそのこの地域ってその地主さんというかシビックプライドとしてすごくどちらか結構ある地域なんじゃないかなっていうのは感じてまして、そういう中でこの何でしょうね、京島ならでは の暮らしをこう残したいっていうことだったりとか、それに共感するその若い世代が入ってきて、いろんな形でちょっとずつ皆さんがリスクを背負い合って、ここの地域のコミュニティを残していっているっていうことを非常に感じて、まさに競争だなっていうふうに感じました。一方でこれがなんかもっとそのなんだろうな、皆さんがそのあんまりこうなんかなんですかね、頑張るんじゃなくてなんかうまく回るような仕組み作りっていうことがよく頑張ることはすごく大事だと思うんですけど、そんなにこう無理をしない不動産の一般的な仕組みになっていくようにっていうことでは今後とも考える余地がすごくあるなというふうに思ったので、そういう面で今日すごくいい場だったんじゃないかなと思います。ありがとうございました。すごく勉強になりました。続いて川人さん、お願いできますでしょうか。はい、皆さん貴重なお話聞かせていただいてありがとうございました。でこう競争が生まれるなんか方程式多分いろいろあるのかなと思ったんですけど、やっぱりこう熱量とこうコミュニティの密度みたいなものがこう掛け合わさるのがすごく重要だなと思っていて、で渡辺さんもおっしゃってたように、もともと多分そうい こうコミュニティの強固さみたいなのはあったんだとは思うんですけども、例えばそこにこう後藤さんが情熱を持ってこう登場されたことによってさらになんかこう強固になったというか、どんどんこう取り組みが進んでいかれたんだなというふうに見ていてとても印象的でした。で本当に40件以上という物件をこう利活用されているという中で、多分今日はこう成功事例とかうまくいった事例を中心にお話しいただいたと思うんですけども、やっぱりこうなかなか利活用が難しいとか、現状 その法律や仕組みとかそのマーケットの感度としてやっぱり諦めないといけなかったようなこととかもあったんじゃないのかなと思っていて、なんかその辺こうどうこう公であったり民であったりのサポートが可能であったのかとか、なんかそういったところのお話も実はちょっと聞きたかったなと思いながら時間になりましたので、また今後ともいろいろお話聞かせていただければなと思っております。今日どうもありがとうございました。ぜひ苦戦話をいっぱい聞いてもらいたいです。はい、はい、またぜひよろしくお願いします。すいません、時間が限られておりまして申し訳ないです。最後青木さん、お願いできますでしょうか。
はい、改めて皆さんありがとうございました。後藤さんと話を重ねていて、すごくやっぱりこの地域に興味が湧いたし、僕自身も23年前ぐらいに実は小島京島エリアの不動産仲介に携わる機会が何回かありまして、でこの対応だと本当大変だっていうか、本当にそれは村田さんのお話でもありましたけど、流通がなかなか進まない、このこういう形で面で拾っていくことの大切さっていうのを改めてなんかすごく痛感したし、だからこそ今が保たれてるんだなってことをすごく実感しました。で、ただいい話がすごくありながら、この話待ったなしだなってやっぱり改めて思ったんですよね。やっぱりオーナーという視点で考えれば、深井さんのご心配っていうのは本当に大きな心配であって、で面でこうできるから、やっぱりね、税法上のこうやっぱりさっきのレスキューに対して何かしらのやっぱ答えをこの研究会で用意していかなきゃいけないと思うんですよ。税法上のメスっていうのはすごく大事で、減価償却に関してもこのディストリクトに関しては特例を取るみたいなことで、なんかこうやっぱりに次の代にこう負債を残したくない経営者の考え方というか、これをもう少しなんか短くしてあげることによって、サイクルを早くしてあげるようにしたりと、経費計上しやすくしてあげるとかいうことも大事かもしれないし、あとは相続対策ですよね。これがすごくやっぱり大きくって、相続が発生したときに、なんで地主系の皆さんが地価が上がるのを良しとしないというかっていうと、相続評価がでかくなりすぎちゃうと、全部うつので持ってかれちゃうっていうリスクもすごくあるわけですよね。なんかその辺も考えなきゃいけないと思うんですよ。だその2つですね、減価償却と相続税の問題っていうのは明確にやっぱり生産緑地と同じように、例えば次の代にこの事業を継承する場合には特例として相続税いきなり負わせないみたいな次元措置を取るとか、そういうことを先回りして提示してあげないと判断がつかないと思うので、やっぱその辺を国がさっきちょうどこの地域のマスタープラン考えるって話がありましたけど、そこにぜひ国交省とか、あと場合によっては財務系、財務省とか、そういうところがサポートで入っていただいて、一緒に課題を解決する方策をそこで出してもらえないかなと思うんですよね。これすごく国としてすごい大事なことで、今個人がリスク取ってこの担保してくれてるものに対して、国を挙げてちゃんとディストリクトとして保管していくってことを責任持って取り組んでもらいたいな、そのきっかけに今回の研究会していただきたいなと思うんです。それでやっぱ皆さんが参加したメリットがあったと思うんですよ、まさにと思うので、でもう時間も過ぎちゃったんですけど、地域共有財ってこともすごく大事だと思ったんで、これ相続した時に例えば指導なんかでも権利関係が複雑になりすぎちゃって、なんかいいことやろうとしてもできないこととかたくさんあると思うんですよね。だからなんか個人で全部この不動産権利関係をやるんじゃなくて、財団がこれからできるので、財団でそこをしっかり管理するようにして、なんかもっとこういい方向にポジティブにいろんな動きをできるようにしていくっていうことも大事だなと思ったので、なんかその辺の仕組みもマスタープランの中でぜひなんか地域財団との組み合わせ、後藤さんも前雑談の中で寄贈の仕組みなんかもっとシンプルにしたい、なんか寄贈ができるってことを知らない地主さんも結構いたりして、結果なんかいろいろ悩んで建て替えになっちゃったりとか、そんなこともあるみたいなのもあったんで、なんかその辺も含めてなんか、このディストリクトのやっぱりマスタープラン作りっていうところに本腰入れて、国がサポートをしていく、この研究会も含めてサポートしていくって方向になれたら、なんか今日の会っていうのはすごい有意義だったんじゃないかと思うので、ぜひそれを継続して考えていきたいなと改めて思いました。ありがとうございます。ちょっと時間も過ぎてしまっているところなんですけれども、最後ぜひちょっと後藤さんに一言、今日の、まあそうですね、皆さんとの議論を含めたちょっと感想といいますか、そういったところをお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、今青木淳さん言ってくださったことを、そうみんなで言えるようになりたい。で、まあ区の方や予算の方、いや本当に今それが通れば、そうですね、こうやって今活動できていることを本当次の世代に本当に残したいと思うんですね。なので、それをやりたいと改めて強く思いました。本当に、はい、助言でした。ありがとうございます。皆様、長時間の議論本当にありがとうございました。ここで、事務局から次回予告等をさせていただきます。画面を共有いたします。
次回の開催日程でございますけれども、まあ、新型コロナウイルス感染症の、まあ、あの現下の状況がございますので、そちらの状況をですね、今後の推移見極めながら決定するということといたします。まあ、年度末に向けておそらく次回が取りまとめ会になるとは考えておりますが、日程内容等につきましては改めて国土交通省ホームページ等でご案内をいたします。また本日の議事要旨や動画等につきましては後日国交省ホームページ、国交省 YouTube 公式チャンネルに掲載いたしますので、こちらも合わせてご覧をいただければと思います。はい、それではこれにて人と暮らしの未来研究会シーズン2第3回を終了いたします。皆様本当にありがとうございました。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 